今回の菊神チャンネル、舞台はまたしても森の都仙台。軽トラックの車検へとやってきました。今回なんと、1回目の車検で落ちてしまうというトラブルも発生、ドタバタな仙台ツアーとなりました。せっかく仙台にやってきたので、普段地元では購入できないものも買って帰ろうと思います。お楽しみに！菊神チャンネル、始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。おっさん2人で行くシリーズ第2弾です。前回はおっさん2人で行くついていくという、今回は軽トラをおっさん2人で行く仙台車検、それからグルメ旅ということで行って、これからね行ってみたいと思います。このいただいた軽トラックですよ、いただいた軽トラックね。これが来月の頭で車検が切れるということなので車検を取りに行きます。で、今日もね、いつも通り仙台の車検場の方に行ってくるということにしております。まあ1時間半ぐらいの工程でしょうか。せっかくね仙台に行くから、ちょっと日頃ね、うちはこう田舎なもんで買い物はねやっぱできないんで、やっぱ食料品とかは買えるんですけど、買えないものもあるから、ついにそこら辺を購入をしてご飯を食べて帰っていこうかなというふうに考えています。はい、でね、今回この軽トラなんですけど、だからね、エアコンがついてないのでちょっとね暑苦しいんですねちょっと空気、車内の空気もね悪くなってるので、まあ秋になってきて涼しくなってきたので窓全開で行こうかな。でパワーステもついてないので、なんかハンドル曲がってる気がするな、大丈夫かな。トメインタ、おかえりトメ、違う、おかえりモネのトメインタ。高速道路、これ北上してるんじゃなくて、一回わからない、間違えたんだ、間違いモネなんでもモネつけたらいい、ジャンクロードモネ懐かしいな、モネ。窓閉めよう。堂々の NSX の本領発揮ライン。ミッドシップだから。スバルサンバーは堂々のポルシェだから、これは堂々の NSX だ。サンバーは RR だから、 RR。 え、そうなの？ちょっと不安だな。センターやばいね。はい、車検はね何回も来てるんですけど、ここの宮城県が初めてなので、まあ、初心者マークをもらいました。これをダッシュボードに置いて行ってくださいということでした。じゃあ検査ラインに行ってみたいと思います。
3コースっていうのが初心者コースらしいので、ここに入ります。こんな感じですね。すごいですね、宮城県は大きいな。うん、はい、まもなくレーンです。なんかね、荷台灯がついてなくて、それ落ちちゃいました。荷台灯もついてないとダメなんですね。ここがつかなかったのでバルブ買ってきました。つかない、つかないつかない、つかない、つかないです。つきません、撤去。事前に落ちないように全部チェックをしなきゃいけない。なるほど。よかった、なんとか合格することができました。じゃあ書類をねちょっと作っていきたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。はい、無事新たな気持ちで新しい2年を迎えます。なんかね、晴れて自分のものになった気がする。あ、そう、やっぱりいただいてからね。そうね、うん、いやドキドキしたけど、どっちから行こうかな。ドライブがてら陸上の目から仙台駅方面かな。普通に業績が悪かったな。業績悪かった。あ、ほんと。おー、すごい、仙台駅って書いてある。ちょうどシンボル飛ばしてくれた。やったぜ。うん、まあいいんじゃない。バス来た。ほんとだ、お坊さんだ。あるじゃん。ごめんなさい、ごめんなさいね、ごめんなさいよ。駐車場20分無料。いいとこ入ってない。入っちゃいけるけど。ああ、そうなんだ。うん、物頼んだから、どこかで切れを止めたら届く。めんどくさ。はい、仙台駅のバスプールにやってきました。あ、これがエアコンですね。エアコンの掃除は、ま、私にお任せください。これいっぱいいますね。関妻さんがいつもね、撮ってるやつはこうですね。エアコンの感じが気になります。路線バスあっちまでずーっと行って、なんだろう、それ何、富士ボディ、その後ろはエルガ、あっちから来たのもエルガだね。エルガミオ、こっちにいるのもエルガが多いか。うん、続々と、なんかこう、なんていうの、あのナウシカのオウムみたいな感じで続々入ってきますね。うん、バスがいません。
こっちもでもね、こっちもおしゃれだよね、東口もね。バスプールは横断禁止だったので帰ります。あ、石井スポーツも寄っていこうか。カメラを買いました車検に来てカメラを仙台で買いました。ホテルがキラキラしてて美味しそうに見える。あ、スーパーセレブの農道の NSX で帰ろうか荷物段ボールを荷台に積んで。美味しいもの食べたし、車検取ったし、高い買い物したし、ね、帰ろう。満足だよ、軽トラで経済的、経済的。あ、美味しいじゃん、まあいいやリトベルトできない。そうなんだかな。なんか右にも行けそうだけど、ね、見て掘られちゃう。いや、帰れる、大丈夫。充実してる。そうだね、多いね。でも宇都宮がすごかった。地下鉄とかがないから、仙台まだ地下鉄あるからさ。はあ、はあ、うん、そうか、そっち行こっか。はい、はい、無事帰ってきて作業を完了しました。新しいシールですね。これでまた2年間仲良く乗っていきたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。